どうも、社名丸あやです。今回は42代目、文武天皇の解説です。カルノ王子が文武天皇ね。持統上皇との政治はどうなったのかしら？一応皇太子してましたし、元天皇の祖母もいるので、大丈夫だと思いますが。とにかく、解説入ろう。そうしましょう。文武天皇は683年生まれで、名前はカル。父は日下部の王子、祖母は持統天皇です。15歳で皇太子、太政大臣となり、天皇にもなりました。ある意味、持統天皇の敷いたレールの上にいるよな。まあ、日下部の王子の件で失敗してるので、失敗は2回もできませんよ。文武天皇の治世で最も有名なのが、701年の大宝律令制定です。この律令制定により、日本はようやく律令国家となりました。日本という国号を最初に定めたのが大宝律令とも言われてます。律6巻、領11巻の全17巻の構成です。支配地域一律で施行しましたが、706年以降の改革で修正されています。理想と現実は違うからね。律令の内容は、天皇を中心とし、2巻8章の官僚機構を骨格に据えた、本格的な中央集権国家の確立です。役所の文書には元号を使うこと、印鑑を押すこと、指定の形式以外の文書は受理しないなどの、文書主義が導入されました。また、地方行政の単位を、国、軍、里、と定め、中央政府から派遣される国司には多大な権限を与えます。主に地方豪族が務めた軍事にも一定の権限が認められました。律令制定に大きく関わった人物は、長壁の巫女、粟田の真人、下野の小麻呂、そして、藤原の不人です。藤原の鎌足りの息子ですよね。いかにも。しかし、父の死、人心の乱での中富氏の処罰もあり、低い階級からスタートしてます。持統天皇の頃から法律面で頭角を現し、ついには娘を文武天皇に嫁がせる快挙を達成します。あの藤原氏出身なのに、苦労人ポジションですか。ちなみに、701年に再び元号が制定され、大宝となりました。704年には慶雲に変わっています。外交については、702年に、約31年ぶりに遣唐使が再開されています。中国に、日本という国号を認めるよう通告してますが、ちゃんと認められたかは不明です。それに、当時の中国は唐ではなく、周という国であり、中国史上唯一の女帝、則天武后が帝位についていました。周辺諸国との関係が悪化していたので、遣唐使は歓迎されたとか。しかし、道教重視から仏教重視に変わり、法律も変わりました。遣唐使が周という国に変化したことを把握しておらず、日本で見聞きした内容と異なる状況に、使節は驚きました。それでも必死に勉強し、帰国後はその知識が活かされました。約15年間の王朝の時に着いたのか。運がいいのか悪いのか。また、702年に、薩摩、種を征討しました。話を国内に戻しますが、文武天皇治世の後半は、飢饉が起こっていました。そこで、706年に、税の免除や徴収方法の変更を、律令修正と同時に行いました。これらの改革を慶雲の改革と言います。朝廷がまともに庶民の生活について改革したの、初めてじゃない？初めてかはともかく、あまり見てきませんでしたからね。文武天皇の政治は、上皇との共同政治時代、天皇単独の時代ともに全盛と言われてます。そして、698年頃に薬師寺がおおよそ完成し、704年頃に藤原京が完成したとされています。薬師寺は約18年、藤原京は約28年かけて完成したのか。最後に、701年、朝廷の元旦の行事で日像を掲げました。これが日本の国旗、日の丸の起源という説があります。起源になるんでしょうか。ならない気もしますが。文武天皇は、707年、25歳の若さで崩御してしまいます。日下部の王子といい、亡くなるのが早すぎますよ。近親婚の影響もあるのか、天武天皇の家系の男性って、病弱で早くに亡くなる人が多いんですよ。墓は、日の熊の阿古の丘の絵の御捧です。在位中の元号は、大宝、慶雲です。ここからは、政治以外の文武天皇の解説です。文武天皇は心が広い方で、中国文学をよく学び、写芸をたしなんでいたようです。
漢詩集の開封草、西三篇、万葉集、に短歌一首が掲載されています。文武の志望通り、文武両道だったんだな。続いて、家族について。文武天皇には皇后はいませんでしたが、妃は数人いました。皇后不在の理由は、皇后に不倫疑惑があり、存在を抹消された疑惑もあります。ああ。それが本当なら消されかねないわ。妃は、藤原の不死との娘、都を含め3人。3人の男子がいたようです。うち2人は文武天皇の息子かどうか疑わしいのですが、藤原の不死とは文武天皇の側近として活躍しながら、ちゃっかり娘を嫁がせてます。藤原の不死とは今後も登場するので、お見知りおきを。以上、文武天皇の解説でした。こんなに短い解説って、いつ以来よ？約3ヶ月前の、除名天皇以来ですかね。最近、投稿頻度も早くなってないか？深い理由はありませんが、制作活動にも慣れてきたので、試験的に、文武天皇の動画から7ヶ月経って、今更ですか。次回は、43代目の天皇解説です。次回から、奈良時代に突入します。奈良時代最初の天皇は誰になるでしょうか。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録者数4000人突破しました。今後も多文化人間チャンネルをよろしくお願いしますね。